てもまた同じ家に住めるなんてラッキー。みんなも女子寮だったり家が残ってたり、まあ中には新たに住むところは落ち着いたみたいね。みんなどうしてるかな。おかえり。なんか懐かしい。お、やっぱりこの部屋だったな。分からずに入ってたんか。別の人が住んでたらどうするつもりだったのよ。安心しろ、一目でルーシーの部屋だと分かったぞ。何せ、わあ、見ないでよ。ま、久々にここに集まったんだ、ゆっくりしていけよ。あんたが言うな、私の部屋だから。変わらないな。ここの表現はいまいちかな。書いたし、そろそろ寝よ。今日も疲れた、汗いっぱいかいちゃった。早く着替えよう。先に始めさせてもらってるぜ。な、何を？っていうかこの集まりは何？なんか他のギルドの人たちもいるんだけど。たまたまみんなマグノリアに来ててさ、せっかくだから集まろうって話にね。フェアリーテールのギルドでもよかったんだが、夏がもっといい場所があると言って。あんたのせいか。いやー、俺もこんな大勢集まるとは思ってなかったからよ。でもいい部屋ですね。少々手狭ですが、はい。フロモ様、あのやっぱり今からでも場所を移した方が。そんなの今更じゃない。ルーシーが帰ってくるまでも散々騒いでたし。そういえば先ほどメガネをかけた女性がこの部屋を覗きに来ていた。それ大家さんよ。何か言ってなかった？ため息一つついて何も言わずに帰っていったぜ。ギヒ、ありゃ呆れて物も言えねえって感じだったな。後から文句言われないかしら。まあまあ、せっかくこうして集まったんだ。今日はみんなで親睦を深めようじゃないか。大魔党演武の時にはみんな敵同士だったが、今は共に戦う仲間だからな。本当に少し前には信じられない光景だ。ジュビアも、もっとグレイ様との親睦を。うわ、抱きついてくるんじゃねえ。食い物もたくさん用意してある。これだけあれば一晩は持つだろうぜ。みんな集まるって言うから張り切って作ったのよ。いっぱい食べてね。ねえ、どの料理も素晴らしい。パルファム、しかし夏が女の家に入り浸ってるなんてな。隅に置けねえな。おい、そっか、ルーシーはここで夏と愛を育んでるんだね。育むか。もう帰るって言っても聞かないわね、こりゃ。ほら、ルーシーもこっち来て座れよ。